どうも、吉谷です。今回は、トレーダー中村さんとセッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、ちょっと収録入る前に少し話してたんですけど、僕の LINE アットが、凍結になりまして。おめでとうございます。おめでとうございます。で、まあ、中村さんのツールの最終セールス日に凍結になりまして、しっかりご案内できなかったっていうところがあるんで、今回まあ、再販させていただこうかなっていうところで、はい、はい、もう一回中村さんと最後セッションさせてください。お願いします。よろしくお願いします。はい。で、まあ今回はまあツールの話はもう2回ぐらいセッションしたので、まあ直近で中村さんがインスタのストーリー投稿で5万を80万にしましたみたいなをアップしてたので、まあそのまあみんなが欲しいとこじゃないですか、5万を80万とか。まあそうですね。だいぶ欲しいところなので、中村さんがその FX で勝てるようになったポイントっていうのをちょっと教えていただけると助かるかなと。きっかけですよね。きっかけですね。最初から勝てたわけじゃないですよね。勝ててちゃったら勝ててたんですけど、その吉谷さんも知ってる両立ての方法。ああはい。資金を、まあ、100の場合30分割ぐらいして、売りと買い両方やって、うん、ポジションバランスだけでトレードしていくっていう方法があって、それを最初やってたんですけど、利益率があんま良くなくて、まあ、100万とか200万入れても、なんか月に7% とか 10% とかそんな感じだったんですよ。まあでも 7% とか 10% でもまあ銀行よりかはいいですよね。銀行よりか全然、月利でそんな出たらいいと思うんですけど、まあでも、その出ない月ももちろんあるじゃないですか、もちろん前の含み損抱えちゃったりとかする月もあるんで、まあトータルするとどんぐらいなんだろうな、うん、まあ多分年間で50とか40とか出ればいい方なんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあそれは勝ててたんですよ、まあその少額なりにも、まあ、自分でもこれ人のお金とか運用してやってたんですけど、やっぱちょっとなんか他の知り合いのトレーダーとか見るとめっちゃ儲かってる人多かったんで、もっと例えばどれぐらいですか。本当になんか2倍とか、まあ、月 30% 超えないとダメだよねっていう話が個人トレーダーの中ではあって、昔。へえ、 30% ですか。100万あったら30万ぐらい増やせないと、まあ、トレーダーとして失格じゃねみたいな、そういうコミュニティに入った時期があって、まあ、みんな本当上手いトレーダーの人たちなんで、そのファンドのやってる人とか行ったりとかして、はい、で、そういうところを見てて、チャートをみんな分析してトレードしてたんで、そっからチャートのテクニカル分析っていうのを、僕はそのポジションバランスだけでやってたんで、はい、いろんなの勉強し始めて、そこから負け出すんですよね。なんか、勉強すればするほど負け出すっていう。泥沼ですね。泥沼の時期がありまして。はい。でもやっぱ勝つときはすごい勝てるんですけど、負けるときはもうこっそり負けるっていうのを繰り返して、はい。こういうのってどうなんだろうなっていうことで、そこからですね、商材買ったり、コンサルをそのコミュニティ内の人に受けたりとかして、で、結局うまくいくようになったきっかけが、プロのトレーダー、サウンドファンドとか回してるような人にコンサル受けて、そこから勝てるようになったって感じですね。あ、中村さんも教材とかコンサル受けてたんですね。教材も、いまだにだから家に200万円分ぐらいあるんじゃないですかね。もらったのも含めて。あ、マジっすか。全部一通り見てます。いまだになんか、話題のやつは見たりとかしてるんですけど、もらったりとかして。へえ。僕結構すいません、自力で結構頑張ったのかなっていうとこあったんですけど、結構買ってたんですね。じゃあ、でもその買ってるようになったきっかけの、そのプロのトレーダーの人が言ってたのは、はい、難しいことはなくて練習をしろってことだったんで、地道な練習ですね。その当時は FT2 っていう、フレックステスターっていうのがあって、はい。チャート、過去のチャートをバックテストでずっと練習できるソフトがあるんですよね、パソコンで。へぇ。それを1日8時間、3ヶ月間回しましたね。お疲れ様です。ありがとうございます。8時間毎回見てたんですか、じゃあそれで。過去のチャートなんで、速度とかすごい上げられて、はい。僕言われたのは当時2005年か10、
2015年か16年だったんで、2010年から2015年分までのチャートを5回回せって言われたんですよ。だから、はい、計25年分のチャートのバックテストって検証しろって言われて、それがプロトレーダーが言ってたことだったんですよね、結局。へえ、じゃあその、何年分かのそのデータをしっかり分析して、その動きがどういう傾向にあるのかっていうのはしっかり波を理解しろみたいな感じですかね。そうですね、感覚を身につけるっていうことをすごい大事にしてる人だったんで、うん、その方法を言われて、まあ、じゃあ言われた通り回しますってことで、起きた瞬間からそのチャートの練習ですね、その時は。へえ。合宿みたいな感じです、3ヶ月間ぐらい。それ、その当時っていうのは、どれぐらいその FX に関する、まあ、ずっとチャート見っぱなしっていうわけではないとは思うんですけど、大体その FX に対しての勉強する時間っていうのはどれぐらい取ってたんですか？ああ、だ起きた、当時僕、マインドセットすごい好きだったんで、はい。今大事なことは朝一でやれってマインドセットが僕の中であったんですよね。はい。例えばなんか筋トレしようと思っても夕方からじゃできないんですけど、朝起きた瞬間なら割と筋トレできる。で、なんかいろいろな仕事をしてからとかだと、チャートの練習とかってすごいしんどい、めんどくさいし、つまんないし、単純だし、つまんないんで、起きた瞬間にやるってことで、8時間、どれぐらいだっけな、お昼ぐらいに起きてたんですけど、昼ぐらいに起きて、もう夜まで、とりあえずやって、そっから仕事をちょっとするっていう感じでしたね。へえ、じゃあもう、起きた瞬間 FX がっつりみたいな感じですね。起きた瞬間ですね。もう本当に歯磨いていろんな朝のルーティンって、昔レモン水飲んだりとかといろんなことやってたんですけど、そう終わった瞬間にもうパソコンに向かって練習ですね。お疲れ様です。ありがとうございます。いや結構ね、やっぱそのなんか要は結構みんな見てるところって表面上のところ見てるじゃないですか。はい、うん、だからその裏側でどれだけ泥臭いことやってるのかって結構表に出てこないじゃないですか。はい、そうですね。うん、だから僕はまあ一応マスターマインドのチャンネルで中村さんにもいろいろセッションしてるんで、まあその知ってる部分はあるっちゃあるんですけど、うん、やっぱそれをやらないとやっぱ勝てないですよね。まあ、やり方はいろいろあるんで、はい、その僕みたいになんかもうゴリゴリ やりたいんだったらそのぐらいやった方がいいと思うんですけど、はい、うん、まあ、月に何パーとかであれば正直ポジションバランスだけでやっても勝てることは勝てるんで、まあ、自分がどういうライフスタイルを送りたいかにもよるとは思うんですよね、手法とかって。まあ中村さんのライフスタイル結構固定費高いですもんね。まあそうですね、ちょっとちょっと高いですよね。ちょっと高いですね。北海道行かないといけないし。そうですね。まあまあ高いんですよ。前なんかマスターマインドでなんか話してた時なんか、いや、僕300ぐらいないときついっすみたいなね。300はでもやっぱちょっと、なんだろう。まあ税金とかいろいろ払うじゃないですか。あ、まあそうですね。結局だから使えるの150万ぐらいなんですよ。はい、イメージで言うと。はい、まあその経費とかいろいろあると、まあ、ちょっともちろん使えたりするんですけど、はい、まあ、ざっくり150万しかないってなったら、はい、値段気にしちゃうじゃないですか、その、なんか経費とか使わないパターンでなんかこう300万がっつり使えないって考えた時に、300万がまあギリな僕のラインなんですよね。なるほど。500万ぐらいとか1000万あったら本当に値段とかマジで気にしなくなるんですけど、はい、300万以下はいろんなこと気にしちゃいますね。来年のこととか、なんか確定申告どうしようかなとか、うん、まああと北海道も行けな、北海道どうしようかなみたいな回数、旅費がちょっと300ないと、まあ、好きなことはできないなっていう、好きなとこ住んで、好きなご飯食べて、例えば好きなことずっとし続ける、安心しながら、その生きていくっていうのは、まあ、最低300のイメージですね、僕の中だと。まあ、中村さんのイメージはですよね。僕のイメージは。はい、まあ、本当、ライフスタイルによるんで、はい、はい。何やりたいかにもよるんで。だやっぱ北海道頻繁に行って美味しいやっぱ寿司食べるためには300必要ですね。まあそうっすね。飛行機だ高いんで最近。中村さん結構もうなんかインスタの投稿北海道にしか行ってねえんじゃないかなみたいな。
もう東京より多分北海道の方が長いです、ね。ですよね。なんか、はい、もう常に北海道行ってなんか海鮮食ってるイメージしかないですけど。いや、本当に、もう本当に、それしか生きる、なんか意味を感じれてないです、最近。じゃあ、まあ、勝てるようになったポイントとしては、やっぱ、その、まあ、本当朝起きて FX 漬けでずっと3ヶ月ぐらいやったってことですよね。まあ、そうですね。僕の場合はそうですね。うん。で、それを、じゃあ、3ヶ月漬けで FX に朝起きてバーってやった結果、自分の中でどういうふうにそのトレードのチャートの見方が変わってきたんですかね、変化が。ああ、まあ、その、なんて言って、まあ、感覚って言ったらちょっとざっくりしちゃうんですけど、まあ、次こういうふうになるっていうような、例えば、うん、スポーツ僕よく例えるんですけど、野球とかでも、なんだろうな。伝わるかな、その遅いボールが来た後に速いボールが来るとやっぱ対応できないですよね、野球とかってタイミングずれちゃったりとかするんですけど、はい、ってなるとやっぱピッチャーはそのあ次速いボール投げた方がいいなとかって、まあ、よぎるんですね、頭の中、そういうイメージでちゃんともうこういう流れが来た時には次はこうなりやすいっていうそのパターンみたいなのが分かってくるようになったんですよ。なるほどなるほど。まあこういう時はこうだし、こういう時はこうだしっていうのが、何通りかで、その読めるようになって、それで、割と勝てるようになっていった感じですね。ああ、じゃあまあ、相場の本当に動きが、まあ 100% ではないけど、多分次こう来るだろう、こういう、この波が来たら今度はこういう波だよねっていうのがバックテストでずーっと見てたから、勉強してたから、その波の動きっていうのがある程度、予測できるようになったってことですかね。そうですね。波が見えるようになったって感じですかね。ああ、なんか僕FX というか投資に興味持ったのが、昔その七瀬さんがやってたビッグマネーお金は浮世なんとか次第っていうドラマが昔やってたんですよ。はい。で、それ YouTube でもなんかまだアップロードされてるんですけど、かなり古いんですけどね。で、それで、はい、その、まあ、七瀬さん、TOKIO の七瀬さんが相場師になってくんですけども、その、なんかおっちゃんがいるんですよ。すげえ相場師の。で、そこに、はい、七瀬さんが弟子入りするんですけど、その相場師のおっちゃんが七瀬さんに、流れを読めるようになれと。だから、過去の全部、なんだ、紙にこう、グラフで書いて、全体を見るようにしろみたいな、なんかそれでなんか全体をすげえ勉強して、でそれで波をなんか分かるようになったみたい、分かるようになってきて勝てるようになったみたいなドラマでもそれが描かれてたんですよね。でも多分あれですよね、なんだろうな、まあ僕 FX やってないんであれなんですけど、チャートって人間の感情の動きだと僕は思ってるんですけど、どうですかね中村さん。まあそうだな、いろんな解釈があっていろんな意見があるんで、はい、何とも言えないんですけど、はい、まあ、チャートは人が動かしてるっていうのは僕はそういうふうに思ってはいるんですね。はい、でも僕のその尊敬するトレーダーとかは、いや宇宙の原理だっていう人もいて、すげえ、ちょっと待ってください、宇宙の原理っていうトレーダーがいるんですか。すげえな、いるんですよ、ね、それちょっとぶっ飛んでますね。めちゃくちゃトレードうまいんで。いや、それはもうなんか神の領域いってますね、もはや。まあ、そうなんですよね。割とでも、まあ、うん、その人のトレード方法とは僕全く違うんで、うん、あれなんですけど、ただその言ってること正しいんで、まあ確かになっていうのは感じたりします。へえ、それ、すごいですね。宇宙の原理って、そこは僕ちょっとそこまでは想定外でしたね。ぶち抜いてますね。まあ、まあでも、その、なんつうんだろうな、その、結局、江戸時代からチャートの形とかってあんま変わってないんで。米ですよね。米。ですよね。そうそうそう。米相場の時の、坂田五郎って考えた、本間宗久さんだっけなっていう人がいて、それ未だに、チャートに出たりとかするんで、まあやっぱ人間の心理っていうのは昔から変わんなくて、それが、宇宙の法則とか言ってるのかなっていう、どうなんだろうな。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。まあでも人が動かしてるっていうのは一応あるんで、僕もそれを意識はしてますね。うん、中村さんはまあ、トレード歴としてはもう5、6、7年ぐらいですよね、もう。そうですね、6年ぐらいじゃないですかね。はい。
まあ6年ぐらい相場見てきて、なんか今まで見えなかった世界っていうか、なんかその経験からなんか一番初心者の微妙だなの、一番初心者の時から今の変化というか、なんか自分がこう変わったところってあります？6年前と比べて。昔はやっぱポジポジ病っていうか、そのなんかとにかくエントリーしたかったんですよね。そのエントリー回数がとにかく多かったんですけど、はい、それが少なくなって、勝てる時しか入んないっていうようなマインドになったんですよね。へえ、それはなんで昔はもうポジション持ちたかったんですか、逆に。昔はこれトレーダーあるあるなんですよ。その初心者あるあるで、はい、なんか楽しくなっちゃうんですよね。そのポジション持たないとなんか生きてる心地がしないみたいな時ってあるんです、やっぱトレーダーやってる人って。へえ、なるほど。なんだろう、ギャンブル依存症と似てるんですかね。なんかああ、はい、それだったら分かりやすいですね。はい、まあイメージはそういう感じだと思うんですけど、とにかくあのポジション持ってないとダメだったんです、と昔は。なんかポジション持ってないと、まあスロットで言うならば打った気にならないっていうか、なんかなんだろうな、FX してる気にならないって感じですかね、エントリーしないと。なんか機会損失してるような感覚。ああ、なんかチャンスを失ってるみたいな。はい、そうです。せっかく動いてんのに。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。入りたい、入りたい。で、でもなんかちょっと入れそうな感じだったらもうすぐ入、エントリーしちゃうみたいな感じで。うん、結局そういうことやると勝率って間違いなく落ちるんですよね。はい。で、当時はそうだったんですけど、そういう検証とかして、いろんな、その、手法とかいろんな人の考え方見てるうちに、やっぱエントリーって少ない方がいいんだなっていうことで、本当にエントリー回数っていうのは減ってきて、勝てる時しか入らないっていうような感じになってます。ああ、でもそれが一番効率的ですよね、多分。そうですね、勝率を、上げるっていう面で言うと、勝ち星を増やすより負けを減らした方が勝率って上がりやすいんですよ。なんで負けを減らす作業のために、エントリー回数を少なくする。感じですね。まあ、エントリー回数が多ければ多いほど負ける確率が上がってきますからね。まあ、結局2分の1だって考えたときに、はい、100回やったら限りなく2分の1に近づいていくんで、1000回1万回とエントリーしていくたびに、やっぱその負けっていうのも比例して増えるものなので、なるべくエントリー回数少なくて勝ってるとこだけを集中して取るのが、お金は稼ぎやすいです。お金も増えやすい。逆に今そのポジポジ病になってる人に何か中村さんからご意見アドバイスみたいなのあります？これ難しいっすね。これ治るようになったのはもう、自分がその肌で感じて勝率増やしたいと思った時に、とにかくエントリー少なくしようと思ってやってみた時にめちゃくちゃ良くなったことがあったんですよね、経験で。なるほど、はい。だからそういう経験を積まないと、あとはめちゃくちゃ損しまくるとかですね。損しまくったらもう嫌になってエントリーしたくなくなるんで、それで、なんか経験なんじゃないですかね。自己持病の人はやっぱなかなか治んない。病気もギャンブル依存症と一緒で、やっぱ治んないですよね、あんまり。嫌な思いしないと。だからまあ、極端にめちゃめちゃ嫌な思いするか、もしくはその小さな成功体験とか、あ、これってもしかして、もう本当にエントリー少ない方が勝てるなっていう、その体験を積み上げることによって、それが習慣化というか、それがもう型にはまってくるって感じですかね。まあ、それもあると思いますね。なるほど。やっぱでも、だからその依存症みたいな形だと、まあ絶対無理ですよね、勝つことは。安定的に。トレードはそうですね、本当に。結局なんか相場との戦い、自分との戦いってよく言うんで、トレードって結構我慢できるかどうかとか、そういうとこが一番大事なんで、相場と戦っているんじゃなくて自分の欲と戦うっていう感じじゃないですかね。いいっすね、今名言っすね。まあ間違いないっすね、多分。はい、本当それだけです、ね。やっぱ僕はそのなんかスロット昔やってたんで、やっぱその打ちたくなっちゃうんですよね、ホールにいると。そうですよね。だから相場見てるとエントリーしたくなっちゃうみたいな。多分一緒ですね。一緒ですよね。うん、はい。そう。
だからなんだろうな、昔その4号機時代になんか吉宗僕売ってたんですけど、あの吉宗超人気だったじゃないですか当時。はい。で、別にそのなんかデータとか見ず、一人空いたらとりあえず入るみたいな打ちたくて。そうです、それ打ちたくて。そうそう。なんかま、みんな待ってんすよね、その空いてるの。で、はい。で、なんかまあ、ちゃんとデータ見る人はデータ見て、あ、これダメだなって言ったら去っていくんですけど、僕入っちゃうんですよね。打ちたくて。ポジ秒数。そうそうそう。あの、とりあえず演出見たいみたいな。そう、ポジ秒数。そう、あの、高確率のあのシャッター見て、みたいな。依存症じゃないですか。だいぶ依存症っすね。あの、肛門がバカン来るのがもう、アドレナリン回っちゃってやばくて。中村さん出ますよ、ね、中村さんもスロットやってました？僕、高校生の時とかね、パチンコによく行ってました、ね。ああ、吉宗とかわかります？あ、4号機の時代の、なんか置いてるとこが あったんで、はい。知ってはいますね。あ、本当ですか。はい。いやー、楽しかったな、4号機。懐かしいですよね。懐かしいっすね。じゃあ、その、まあ、あとは、中村さんがいつもトレードするときになんか気をつけてるポイントってあります？気をつけてるポイント。はい。気をつけてる。そうそう、僕の場合結構、昔、いろんな問題があって、大金を今トレードにつぎ込んでないんですよね。はい。何千万とお金とかやってたんですけど、自分の地金で。うん。それがちょっとあれなんで、今入れば、その、少額からめっちゃ増やすっていうのはよくやってて、さっきも言ったんですけど、5万円から80万とかって結構ザラに僕やることなんですけど、とにかく僕の場合は、資金が少なめにやってるんで、入るときに、そっからなかなか逆行しないであろう場所を選ぶって感じですかね。先っぽで入るっていうのかな。中途半端のとこで入ると、ロスカットされちゃうんで、キワキワで入るように意識してますね。いや、それは匠の技ってやつですね。それ3ヶ月 FX 付けして、ある程度波が見れるようになったからできる技ってことで大丈夫ですかね。まあそうですね。僕の場合はできるって感じですね。多分みんなできないと思います。うん、ですよね。だから、それは多分今、中村さんのそのトレードっていうのは多分その、いろいろな経験の勉強してきたことの極致で、そのギリギリを見極めることができるか、そこで入れるってことですもんね。そうですね。それは間違いないですね。うん。多分初心者の人とかは、多分中途半端で入りますもんね、絶対ね。そこは見極められないから。そうですね。うん、まあちょっとこれは、長年やってきたからできる技でもはありますかね。だから今その、なんすかね、なんか、経験積めば積むほど、FX に対しての、なんだろうな、自動車、僕もなんか自動車運転に、とか自転車によく例えたりとかするんですけど、最初って自転車乗るのも怖いだろうし、でも慣れてくると片手で運転したりとか、まあ車もなんだ片手でぐるぐる回したりとか、なんか慣れてくるとめっちゃ簡単になってくるじゃないですか。はいはい。今中村さんって FX に対してどんな感じですかね、それは。どんな感じ、まあ僕の場合はその、あんまもうチャート見たくないし、めんどくさいことしたくないタイプなんで、はい。ある程度その分析したら、アラートっていうかその、なんか、この辺に来た時に、チャートがこの辺に来た時に、アラームが鳴るようにしてるんですよね。へぇ。それ、その時に、まあ、あらかじめ全部セットしといて、はい、その時しか見ないって感じですよ。もうめんどくさい。あ、マジですか？まあ、あと1日1回とか2回ぐらいチャート見ることはあるんですけど。もう匠の技ですね。もうなんか、めんどくさくなっちゃったんですね、いろいろ。昔みたいにゴリゴリやるの疲れちゃうんで、はい、もうだから入れるとこだけ大金レバレッジ張ってもう増やすっていう。いや、なんかあれじゃないですか、なんか山でその狩りをしている人で、なんか動物の習性が分かっていて、ここにそのなんだその
動物を取るイノシシを取る仕掛けを入れとけばいいぞっていうなんか感じですよね。まあイメージはでもそういう感じかもしれないですね。でこなんかもうイノシシここら辺に来るからここに貼っとけば絶対取れるぜみたいな。あれウォーレン・バフェットとかも同じこと同じまあトレードしたら全く違うんですけど、はい、あの人も勝てる時しかやらないんで、あの暴落中に買っていくって有名な話ですけど、はい、ウォーレン・バフェットさんもその10年に何回の暴落を待って買うんですよね、あの人って。ああそれはなぜですか。上がることが分かるからですか。もうそうです。あのまあ有名なのはコカ・コーラ買ったりとか、コカ・コーラ株とか、あの有名な話ですけど、あれが暴落するの待つんですよね。マックとかマクドナルドの株がなんか不祥事とか起こすじゃないですか。そのなんか昔だったダンボールの肉使ってたみたいなやつとか。あ、前ありましたね、そのチキンナゲットとかね。まあそういうのが起きた時ってやっぱ株価下がるんで暴落するんですけど、それをずっと待ってるんですよね、そのウォーレン・バフェットさんは。なるほど。でそのどう考えてもあの潰れないであろう株、会社の株が暴落した時にあの逆張りであのちょこっとずつ買っていく、まあ、買い下がりっていうんですけど、はい、下がってる途中に買って買って買ってずっと買い増していって、最後結局あの業績上がっていくじゃないですか、マックとか。まあそうですね。コカ・コーラとかって絶対必要なものっていうか、あのもう習慣化してるものなんで、人間が。まあ、なくならないものを見極めて、それを暴落するまで待って、暴落中にゴリゴリ買っていくっていう、まあ、そういうことをやってる人なんですね、最初の方って。へぇー、うん。まあだから、ずっと待ってるんですよ、何年間も、あの人。すごいっすね。まあそれがなんか投資の真髄だらしいですね。ああでもまあでも今言われるとまあそれ待てたら勝てるねって僕思っちゃいましたね。そうですね。本当にかそれがやっぱ投資なんで、やっぱ勝てる時しかやんないのが勝ってる人のやり方だと思うんですよね。むやみやたらにやらないっていうのは。なるほど。はい。だからなんだろうな、あの。あ、そう、東京電力だ。東京電力って、その、あの、東北大震災の時めちゃめちゃ落ちたじゃないですか。え、あ、すごいですね。うん、で、あの時にめっちゃ買ってた人っているわけじゃないですか。います、います。で、それ、東電のあれでめっちゃ儲けた人なんか聞いたな。あー、それ、だからいいですよね、うん。そういう感覚ですよね、僕らも。うん、だあの時もう原発のあれでもめちゃめちゃ日本中東電叩いてたじゃないですか。いやあれはでもやっぱ叩きえぐそうっすよ、ね、うん、あれえぐかったっすよね。だからもう株もなんかもうね、すげえ企業価値すげえ下がって大丈夫かみたいな、なんかそこまでだいぶなったじゃないですか、うん、株価100円とかになってたんで僕見た時なんか相当下がってましたよね、あれ異常なほど。はい、まあ、あのまあ僕も見てたんでその時、うん、見てました当然の株、見てました見てました。めっちゃ下がって、僕19歳ぐらいだったと思うんですけど、はい、当時のホストやってた、ホストクラブの店長が株やってて、オーナーモークとか株やってて、それ見てなんか僕ちょっと興味あったんで見せてもらってたんですけど、はい、当然めっちゃ100円とかだったんで株価なんか当時3600円とかだったんですよね、その前とか。相当でめちゃ下がってますねそれね。めちゃくちゃ下がったんですよ、ね、ありえない下がりっすねそれね。はい、そこでなんか買ってましたけどね、やっぱ店長とか。まあ頭いいっすね。まだあとはそれを何年保有するかですよね。だからぶっちゃけもうあの事件からもう事件じゃないか、まああれがあって10年は経ったか。10年、来年で10年ですよね。今年で10年か。ですよね、はい。じゃあもしあの時めっちゃ買ってて、まあ今って多分100円じゃないじゃないですか。今僕株価見てないんで分かんないですけど。はい。じゃあって感じですよね。そうですね。もう本当に。そういうとこ、そういうのを見つけて買うのがやっぱ、あと潰れないっていうのは前提なんですけどね。そうですね。使いまくっていうのは潰れて買収されちゃったんで、あの、スカイマーク株持ってる人終わったんですけど、あの、飛行機の。あ、スカイマークって潰れたんですか？あれは、上場廃止して、アナに買収されたはずです、確かに。ああ。そういうのだと紙切れになります、あ株は。ああ、なるほど、なるほど。はい、だからまあ、でもコカ・コーラとかマクドナルドとかまあ鉄板っすもんね、まあ鉄板っすね本当に。だってもうコカ・コーラとかもう完全に中毒じゃないですかあれって。
そう、砂糖水ですから、ね、うん、マクドナルドもまあ中毒っちゃ中毒っていうか、なんかマック食いたくなる、そう、なんかマック食いたくなる中毒出てくるじゃないですか。あれはもう、はい、中毒です。ですよね。だ、中毒性があるものっていいですよね。まあ本当消えないですよね。うん、なるほどね。なんか中村さんってその今ウォーレン・バフェットの話とかもいろんなこの話していただいたんですけども、 FX をその勉強する上で、はい、まあ一般的にその本を見て勉強する人多いと思うんですよ。はい、今までその本ってどれぐらい読みました FX に関連する。はい、いやでも本はあんま読んでないですけど、 FX の本ですもんね。 FX に関する本ですね。 FX に関する本ほぼなんか 2、3冊ぐらい読んだから、読んだんですけど、あい、すっげえ難しいのが1個と、あとなんかどうでもいいのが3個ぐらいだった気がするんで、あんまり本でなんか得たことはない。へえ、それちょっと意外ですね。6年ぐらいやってて、え、本4冊ぐらいで本から学んだことあんまないみたいな。本、僕本そもそもあんま好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。え、でも教材は買ってたんですよね。教材は PDF とか動画とかだったんで、 あ、はい、あれなんですけど、はい、なんかその本は好きじゃなくて。え、それ理由あるんですか。でも活字苦手みたいな。なるほど、動画の方がいいみたいな。まあそうですね。なるほど。まあでもあの、いや、本ってやっぱすごいいい情報いっぱい載ってるんで、あのそういうの知ってたんで、 FX の本も何個か気になるの買ってはいたんですけど、まあ、これ読むぐらいだったら、まあ、知ってることも多かったんですよね。その載ってる内容自体がもうこんなことの本に書くのよみたいな。なるほどなるほど。あったので、もこれ読むぐらいだったら、そのもっとなんかユダヤの本とか読んだ方がいいなっていうことで。ユダヤすか。ユダヤ人の秘密みたいなやつ、華経のなんか法則とか、そういうなんかあの結構僕ユダヤ人好きで。いやでもね、ユダヤ人ね、僕もユダヤ人大富豪の教えというか、そのユダヤ人関連の本結構買って読みましたね。面白いですよね。あ、はい、あの本田健さんのやつとか。そう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 。やっぱもうその思考が全然人と違うんで。そうっすよね。そう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 。すごいなって。ユダヤ人ってめちゃすごないですか、あれ。ユダヤ人はすごいですね、本当に。なんかあの、タルムードっていうのが有名なんですけど。はい。ユダヤ人って聖書の他にタルムードっていう、まあ、聖書っぽいのがあるんですけど、はい、それをお母さんが読み聞かせするんですよ、その子供の時に、はい、あの桃太郎みたいな、あ、はい、なんかああいう子供の頃のイメージで、ああいうのをなんかタルムードっていうのがユダヤ人バージョンであって、へえ、それ読み聞かせするんですよね、子供の頃に。で、その話はどういう話なんですか。いろんな説話がいっぱい載ってるような説話って、その物語、例えばなんかお金持った時にお金使うなよっていうのがまあ普通のあれじゃないですか、そのみんな言うことじゃないですか。まあ日本人はもう特にそれですよね。でもなんか理由説明してくんないじゃないですか。とりあえず何かあった時のために、あ、なそう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 、何かあった時のためにっていう口癖ですね。うん、でもなんかしっくり来ないじゃないですか、そういうのって。何かあった時に経験しないと。でもユダヤのそのタルムドとかには、なんかそれが、王様が変な夢を見て、その夢が大洪水の夢だったんですよね。ほう。確か。それで、なんか起きた時にこれはなんか怪しいぞっていう、ことで、占い師のところに相談に行って、もうこういう夢を見たんだよって言ったら、あ、王様それは今豊作の時代が来てます、あの7年間の豊作の後に7年間の不作が来るんで、今あるその食物は7年後のために取っといてくださいねっていうあのこと言われて、その本当に豊作が終わった7年間、次の7年間で大不作、なんかすごい洪水が来るんですよ、はい、でなんかあの雨とかめっちゃ降っちゃって作物が育たないんですけど、他の国はそういうので潰れていくけど、その王様は見た夢を、あの、本当にリアリティを感じたから、めっちゃ貯金してたんですよね、食べ物。へぇ。で、その不作の時期を乗り切るっていう物語があって、まあそういうのとかがタルムドに載ってるんですよね。だから、お金使っちゃダメだよっていうことを
お母さんが読み聞かせするんですよね、絵本の代わりに。ああ、だからそのぼんやりじゃなくて、そのなんだろうな、そのなぜの部分が入ってるってとこですね。あ、そうです。なぜなん、あの、貯めておかなきゃいけないのかっていうのを物語で説明してくれるんで、そういうの、まあ、ちっちゃい頃からやるんですよね、ユダヤの人って。僕、あの、まあ、ユダヤ人の関連は本田健さんのしか見てないので。中村さん、やっぱなんかいろいろ好きですね、いろいろと。僕、そうそう、宗教とかすごい好きなんで。歴史とかがそういうの好きなんで、ユダヤ人って、まあ、やっぱずっと迫害され続けて、今、頂点に行ってるっていう、どういう経路で行ったんだろうなっていうのを気にして、調べて行ったらタルムードがあるよってなって、それを読んでみたんですよ。その日本語版みたいなのがあるんですけど。誰かが翻訳してくれたやつがあって、はい、そういうの読んでましたね。はい、まあ、トレードの本読むんだったらこっちの方がいいやって感じで。やっぱ中村さん、やっぱ変わってますね。そうっすかね。だって、トレーダーの人で、その、タルルート君、タルルート君ではないですけど、なんかそっち読みたいっていう人多分あんまり いないと思いますよ。いや、それでも情弱ですね。タルムードはでも面白いですね。いや、でも面白そうですね。その、僕初めて来ました、タルムードは。すごい面白いですね、あれ。いや、でもね、日本の教育ってやっぱあれですもんね。なんか、そういうのが全く枯渇してますよね、ちっちゃい頃。やっぱその飛び級制度とかもないし、結局なんか、全員一律じゃないですか。そう、右習え前みたいな。やっぱ、人それぞれ感覚も違うし、能力も違うし、伸ばせるとこも伸びるとこも全然違うんで、なんか全員一律って、おかしいと思うんですけどね、僕は。まあ確かにね。英語も喋れないし。まあだから中村さん、なんかあの、マスターマインドの方でいろいろとあのセッションさせていただいてるんですけど、やっぱね、なんか、中村さんって普通のトレーダーじゃないんですよね。そうですかね。例えばもう健康人の話だったら4日話せるわけじゃないですか。ああ、4日は話せますね。なんか、足りないかもしれない。そう、なんか、あれですよね。なんかいろいろ、なんか、なんだろうな。深いですよね。深い。そうですね。昔からなんですか、それ。なんかその、のめり込むと深いとこまで行くみたいな。あ、そうですね。でもいろんなものに興味があるんで、はい。なんかその、下ネタから政治の話まで僕できるんですけど、はい。すごい広くは話せる、知ってるし話せるんですけど、その気になったことはもうずっと追求しちゃうっていうのがあって、トレードとかもそうなんですよね。もうずっとそればっかりやっちゃって。気になったことはもう、なんかオタクの域までやるっていうのが昔から癖で。いや、でもね、中村さんを僕一番最初知ってた頃は、その、なんか、ホストでナンバーワンになった理由で、その心理学学んでっていうところで、一回講義の方をちょっと提供していただいたんですけど。はいはいはい。それも、なんだろうな、結構、今日心理学大事だなっていうことで突き詰めたわけですよね。そうですね。めっちゃ見てました。それこそ本めっちゃ買って、教えてくれる人いなかったんで、心理学のことなんで。本しかなかったんで、その時は。まあ、でも、ホストやりながら心理学を鬼に勉強するとか、あんまないですよね。だから、なんだろう、僕だから、その、なぜがないと納得しないタイプの人間なんですよね。その、宿題やれって言われて、なんでって言っても、いや、みんなやってるからとか。それ理由になってないじゃんっていうのが先生によく言ってたんですけど。あ、言ってたんですか、ちっちゃい頃から。僕ずっとなんか、宿題とか、夏休みの宿題一回も終わったことない人間なんで。マジっすか。一度も人生で一度もないですんで。え、マジっすか。意味がわかんない。へぇ。それはそのちっちゃい頃から、いや、なんで夏休みの宿題やらないといけないのか理由を述べようみたいなことを先生に言ってたってことですか？あ、そうそう。なんで勉強しなきゃいけないんですかっていう。へりくだりですね。いや、もう、なぜが言えないと、説明できないと、やっぱその人を納得させられないと思うんですよね。あと、僕みたいなやつとか特に、なんか雰囲気で言われても、納得できんって感じなんで、その理屈が欲しくて
なんか先輩とかにいろんなこと聞いても、それでもあなただからでしょみたいなとかちょっとあったんですよね、ホストの時に。ああ、なるほど、なるほど。お、中村こうやれよみたいな。いや、お前だからできんだろみたいな。こうやるといいよって言われて、なんか、あったな、それ。血液型で営業しろみたいな人とかいたりとかして、はい、AB 型はこういう感じだから、ここ、こういうとこ行った方がいいって言われて、その血液型診断、そもそも僕信じてなかったんで、はい、そういうのじゃないんだよなっていうことで、もっとなんかその、なんか人間の本質みたいなのを知りたくなってて、うん、そういうのって心理学なんじゃないかなってことで、こうするとこうなる、こうなりやすいっていう法則が絶対あると思ったんで、そういうのを本、心理学の本で勉強して、だからなぜが欲しかっただけなんですけどね。ああ、でも今なんか話してて中村さんがオクトレーダーになった、まあその、深い部分が、なんか分かったような気がしますね。ああ、まあ、だ要はなぜが分からないと、ジンマシン出る的な感じですよね、多分ね。いや、そうですね。だから無条件でこれやれって言われても、はい。いや、なんでって言って、僕が納得しない限りはやらないです。なるほど。なるほど。なるほどね。いや、でも結構それって、まあ、すべてにおいて結構まあ、トレードも含めていろんな物事に結構大事なことですよね。突き詰めるっていう。なんでそうなるのかみたいな。まあすごい大事だと思います。成功するとかそういう人は多分結構そういうのは多いんじゃないですかね。そうっすよね。そこはもうなんかトレード以外にも全部すごく大事な要素かなと思うんですよね。まあでも行き過ぎるとちょっと生きる意味とかをなぜって思い出しちゃうんで、そういうのを気をつけた方がいいですね。わかります。無限ループになるんで。うん。いや、僕も本当にビジネス始めて、やっぱそのなぜっていうところを探求するようになったんで、で探求しすぎると中村さんが先ほど言ってた通り、俺何のために生きてんだろうみたいな。そうなるんですよね。そう、その答えのないあり地獄にはまってくっていう。これあるあるなんですけど。あるあるですね、それ確かに。そうなんですよ、ね。そう、なぜ生きてるのかっていう、もう本当に答えないですからね。いや、うん、だから意味とかっていうのは本当結局なかったんで、はい、だ意味がそう、意味がないんで意味付けするしかないんですよね。そうなんですよね。そのフレームワークを作るしかないんですけど、そのなんか無理やり感があったりとかして、なんか、ね、結婚とかすれば別なのかもしれないですけど、僕一人なんで別に自分のために生きてるなっていうのはちょっとありますね。でも僕もなんかいろいろ勉強して思うのが、なんか、まあ意味はないんだけど、結局生きて、まあ僕なんだ、一回その自分で死のうと思ったことも何回もあって、でもやっぱチキン野郎で死ねないんですよね。怖い。はいはい、怖いんですよ。だからその手首にカッターこう置いた時に、痛いじゃないですか、絶対。痛いですね、それは。だから、切れないんですよね。だから、いや、俺、チキン野郎だな、みたいな。だから、本当になんか自分で命立てる人、マジすげえなと思うんですけど。なんか、ね、よっぽどなんでしょうね。そうそう。だから、なんかもう絶対痛いからできなくて、だったらもう生きるしかないなと思って、じゃあ生きるためにはどうすればいいんだろうっていう、なんか、またそっから模索していくみたいなのを、やっぱやってましたね。やっぱなんか、神様が与えたあれなんじゃないですかね。痛くして死なないようにするみたいな。そう。だからその、なんか安楽死で、なんかその、車の中になんかガス入れて、こう、眠りながら死ぬみたいなのあるじゃないですか。あれ一番死んでるやつですよ、確かに。そうそう。だから、あれもちょっとね、考えましたからね。僕も考えましたけど。あ、考えました。やっぱあそこ、あれいいっすよね。だってなんか手首切るとか飛び降りるとか絶対怖くないですか。まあ、痛いですしね。まあ多分痛いのは一瞬かもしれないですけど、飛び降りるとかマジきついっすよね、多分。勇気ないですよね。ちょっとあれは怖いっすね。練炭自殺やっぱ寝てる間に死ぬんで、やっぱ。多分まああれが一番なんですけど、結局それもやっぱ実行はできなかったんで、うんうん、
そう、まあ、あの、まあ、これ聞いてる方もね、まあ、あの、多分、生きなきゃいけないと思うので。そうですね。うん、だからまあ、話をちょっと戻しますと、まあ、生きなきゃいけないので、まあ、お金は稼いでいかないといけないので、まあ、どんな方法でもいいので、あの、やっぱしっかりと稼いでほしいなと思う所存でございます。ございます。はい。で、あとはやっぱりその、まあ、今回その中村さんのツール再販させていただくんですけど、まあ、その開発した中村さんっていう人がどういう人なのか、で、なんで勝てるようになったのかっていうところを、まあ、今回のね、音声対談聞いていただいて、まあ、ちょっとでも、なんか中村さんに興味持ってもらえると嬉しいなと。うん。だから本当にその中村さんも、もうガチで、ちゃんとその3ヶ月間ぐらいその FX 付けでちゃんとやってたりとか、そういう泥臭いこともやってたよっていうところで、うん、やっぱ ね、 そういうのって表に出てこないじゃないですか、あんまり。まあつまんないですからね、そんなこと言っても。そうそうそう。なんか努力自慢みたいな感じになるし、うん、結果なんか小銭とかコンサル売るときはそういうの言ったらみんな買わないんで。そうですよね。なんか一撃でとか。そう、一撃ですよね。一撃でワンクリックでみたいな。そう、そういうのばっかですからね。うん、やっぱみんな努力したくないですからね。まあ努力はしたくないですね。だからやっぱね、僕ね、ダイエット市場が本当にもうそれ露骨だなっていつも思うんですよね。ああ、そうですよね。うん。だって本当に努力すれば誰でも僕ダイエットできると思ってるんで。まあ本当そうですね。でも結局みんな努力したくないわけじゃないですか。努力したくないです。うん。だからダイエット産業って2兆円だったかな。もう次から次へと出てくるわけじゃないですか。うん、やっぱでも、なんだっけ、深夜のやつとかすごい売り上げでしたもんね、なんかあの、通販か。そう。テレビ深夜通販のなんか痩せる薬みたいなやつとか。いや、やばいっすよ、売り上げ。いや、あれ情報商材より悪いだろうとか思ったんですけど。絶対痩せねえし。いや、売れちゃうんですよね。まあ、相当売れてるんでしょうね、あそこで広告出せるってこと。そうっすよね。うん。だからやっぱまあ僕はその販売者としてやっぱ売っていきたい部分があるので、そのマーケティングメッセージとしてやっぱ使う部分は使うんですけど、しっかりやっぱ伝えていきたい部分も伝えていきたいので、まあその中村さんがどういう人だったのかっていうところで、まあ今回お話しさせていただいてるんですけども、やっぱそれをやっぱなんか表面上じゃなくてしっかりそこの部分を知っといてほしいっすよね。まあそうですね。うん、じゃないとなんかうん、変なものな言っちゃうんで、まあ、いろんな商材ツールコンサルあるんで、うん、あの本当に興味あるんだって僕のだけじゃなくていろいろ買ってみるといいと思うんですけど、うん、僕いっぱい持ってるんで、うん、本当になんか上っ面なこと変えてることが多いんですよ基本、うんうん、このパラメータがこうなったらこうやった時にエントリーするみたいなやつとかってあるんですけど、まあ、やっぱ勝てないんですよねどう考えても、うん、なので、僕はそういうのあんまやりたくなくて、多分作ったら売れるんでしょうけど、まあ、ちゃんとマーケティングして広告とかけてなんかそういうの、ゴリゴリのやつやれば売れるんでしょうけど、まあ、やりたくなくて、うん、それとか もうほとんど取ってないんで、ツールに関してはワンチャン勝てるんですよね、やっぱその初心者の人でも。うん、本当に今後輩、僕の中学校の時は後輩にやってもらってるんですけど、まあ、今月、違うな、1月26日に入金して、今50万ぐらい買ってるんですよ、その人。あ、マジっすか？はい、昨日50万だったのかな？そう、100万入れてるんですけど、口座に。はい。50万円買ってるんで。へぇー。まだ1ヶ月経ってないんですけど。はい。全く FX 知らなくて、うん、まあ、一応中学校の時に地元の後輩なんで、直接会って、その設定とかやってあげたんですけど、あ、基本的にやんないんですけどね、そういうのは後輩なんでやってあげたんですけど、はい、それぐらいわかんない人なんだけど、もう50万勝ってるんで、まあ、このツールはワンチャン勝てるんですよ、初心者でも。うん、コンサルとかやるよりこっちの方が多分、だから誰かのコンサル受けたり商材買ったりするぐらいだったら一旦こっちやってみてもいいんじゃないかと思いますけどね。
あの紹介ありがとうございます。ありがとうございます。まあ一応あの今回音声対談撮ってる理由としては、まあツールの僕がまた再販するのでっていうところで、まあそれを気を使っていただいてちょっと言っていただいたと思うんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。まああの本当ね、あの今回そのまあいろいろとまああのお話しさせていただきましたけども、まあこれだけいろいろとやってきた中村さんが作ったツールで、なおかつエビデンスもあるので、まああとはもう本当になんか、信用していただけるんだったらもうこれ一回試してほしいなっていうとこですね。まあ一旦やってみて、うん、はい、いいんじゃないですかね。はい。ということで、まあなんかすいません、だいぶ長くなっちゃいましたね。申し訳ないです。いいです、全然大丈夫です。はい。なんか最後そのまあ、あの今回そのツールの話はあんまりしなかったんですけども、今 FX やっててなんかうまくいってないっていう人になんか最後あの中村トレーダーからちょっと助言をいただけると嬉しいなと。FXやってうまくいってない人ですか？そう、うまくいってない人ですね。そうだな、あの手法、僕も手法巡りいっぱいやった、聖杯探してるんですけど聖杯トレードですね聖杯探しをずっとやってきたんですけど、はい、あのその人に聖杯であっても他の人にとっては聖杯じゃないパターン、まあ、その生活リズムもあるし性格も あるし、そのなんかやり方って僕が勝てる手法でも誰かに教えたら勝てないとか、誰かのやつが僕が勝てないとかってあるんですよね。なんかこれなんかあの清原とかがよく言ってた、あのプロ野球選手の清原さんとか言ってたんですけど、 YouTube で自分が自分のバッティングスタイルをみんなに教えても多分無理だから、みんなは自分でいろんな人の話を聞きながら自分のスタイルを確立しなきゃいけないっていうことを、まあ、清原さんとか言ってて、FX も本当にそうで、はい、どれが勝てるかっていうのはその人によって、まあ、違うんですよね、正直。なんで今勝ってない人って多分誰かのコンサル商材本読んでこういうのがいいよって言われてやってるけど性に合わないパターンっていうのがあるんで、なんか自分が楽にできるトレードスタイルを見つけるっていうのは結構大事なんじゃないかなっていうふうに思うんで、聖杯探しっていうのはあんま良くないと思うんですけど、まあそのそれこそ張り付いてやるのがいいのか張り付きたくないのかっていうのをまず選んでもらったりとかして、いろいろやってみて性に合うのだけなんかピックアップして、その中でピックアップした中で一番いいのやれば、まあいつか勝てるんじゃないかなと。あとは練習必要ですけど。なるほどね。って僕は思うんですよね。多分あの吉田さんが知ってるあのポジション分割30分割ぐらいする株だと5ですけど、はい、あれで勝てない人っているんですよ。なんか あれほとんど負けないんですけど、はい、あれで負ける人っているんですよね、教えてて。あ、マジですか？それのなんでですか？ルール無視しちゃったりとかして。あ、じゃあ性格に合わないってことですね。そうなんですよ。あ、そういう、はい、それだって FX で30分割、株の5分割じゃなくて30分割した方が良かったりとか。なるほど、なるほど。株が向いてる人もいれば FX 向いてる人もいて、なんかその、絶対あると思うんですよね。そのパターンっていうのは人によって。なんでやっぱ自分が勝てないような、なんかそのスタイルでやっちゃってる人はなんか改善してみる。全然違うやつやってみるとか。やると割といけるかもしれないですね。だからまああのいろいろ参考にするのはいいけど、最終的に自分でスタイル、自分で自分のトレードの答えを見つけていくっていうのが大事ってことでいいですかね。そうですね、本当にその通りだと思います。だから要は勝てない人って答え探しをずっとしてるって感じですよね。答え探しして、まあ、誰かの真似して、真似はいいんですけど、これがいい、これがいいってのが固執しちゃってる思うんですよね。スマホだけで やった方がいいとか、そっちの方が楽だからとか言ってる。スマホだけで勝てるほどそんな甘くないっちゃ甘くないんで、スマホだけ入れてんだったら分割ポジション分割しまくって、なんかもうポジションバランスだけでやって、月利とか低いですけどね、5パーとか出ればいいかなって感じですけど、もうそういうのやったりとかいろいろやってみて、なんか一番性に合ってるのを突き詰めて練習していくって感じですかね。
だからなんか最近ネットビジネスで言うと、なんか最近ちょっとお客さんから言われて、なんか最近若い子も聞いてくれたりとかしてて、なんか最近の若い子はなんかマイスピーってメルマガ知ってます？ああ、僕使ってます。あ、使ってます。なんかマイスピーでアプリ出たらしいんですよ。そうなんですか。スマホな、で、その子がアプリ、マイスピーでアプリ出たんですよ。これで、もうスマホで全部メルマガ書けます、つって。で、僕の世代は、その、フリック世代なので、みたいな。だから椅子いらないです、みたいな。なんか寝ながらやった方がめっちゃ効率いいです、みたいなね。話してて。それすごいですね。そう。だから、まあ、その子にとってはフリック入力で椅子寝ながらやった方がめちゃめちゃ効率いいわけなんですよね。で、僕からするとパソコン世代でキーボード打った方が効率がいいんですよ。だからまあその子の言う通りに、まあフリック慣れたらそっちになるのかもしれないですけど、やっぱ僕パソコンは多分やりますね。自分のスタイルというか。だからなんか自分に合う合わないってあると思うんで、やっぱね、そこは。いや、絶対あります、ね。ありますよね。はい、あ。もう、絶対あります。当初は特に。あると思いますね。勝負、性格出ちゃうんで。はい。はい。ということで、まあ、最終的にやっぱ自分で答えを出す、自分のスタイルをやっぱ構築していくっていうことが、やっぱ勝つ上で大事。自分に合った成功法則ですよね。そうですね。だからそれを、まあ、見つけてほしいなと思います。はい、ということで今回中村さんとだいぶちょっと長くなってしまいましたけど、セッションさせていただきました。中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。